はい、皆様こんばんは。本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございます。この番組はキノワンシティ FM 81.8MHz でお送りしております。他にリッスンラジオではスマホや PC から日本全国で番組を聞くことができます。この番組は私キョリーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするための方法を皆様ともに考えていく番組でございます。さて、今週日曜日ですね、6月7日日曜日につきましては、沖縄県議会議員選挙が投開票が行われました。皆様投票には行かれましたでしょうか。私は期日前投票で行ってきたんですけども、今回の期日前投票、いつもとはちょっと違った期日前投票になっておりました。期日前投票のやり方につきましてはいつもと同じではあるんですけども、今回武漢ウイルスがですね、まだ完全に収束していない中での投票になりまして、投票所は消毒液が置かれていたりですとか、あと投票の際に鉛筆が用意されるんですけども、その用意された鉛筆が、使い捨ての鉛筆であったという、他の人が触れないようになっていたという、そういった形になっておりました。こういったふうにですね、選挙管理委員会の方も武漢ウイルス対策をですね、万全にした上で、期日前投票に備えていた、あるいは当日の投票に備えていたという、そういったところが非常に印象的でした。選挙結果につきましてはですね、また次回以降の放送でちょっと解説したいなというふうに思います。実はこの日の放送、今日の放送なんですけども、収録しておりますのが、6月6日になります。なので投開票日の前日の収録になりますので、まだ結果は分かりません。選挙のたびにこの放送ですね、収録日とそれからの放送日の間に、投開票日を挟んでおりまして、そういったこともありまして、選挙の結果につきましては、翌週以降に持ち越される、翌週以降にですね、話を持ち越しっていうことが恒例にはなってしまっているんですけども、その点は皆様ご了承いただければなというふうに思います。さて本日はですね、もう早速と言っていますか、前振りを喋ってはいるんですけども、本題に入りたいなというふうに思います。沖縄と言いましたらですね、観光業が、すぐに、沖縄で盛んな産業といえばですね、観光業というふうに答える方が多いのではないでしょうか。確かに観光業につきましては、沖縄県が GDP に占める割合、観光業、沖縄県において、観光業で生み出したの利益が、GDP に占める割合というのが 13% と、全国一高くなっておりますね。これには間違いないなというふうに思います。ところがその観光業にですね、頼り切ってしまったがために、様々な弊害が出ているというのも事実でございます。私この番組でですね、以前から沖縄は鉱工業、ものづくりの産業をですね、もっと強化すべきだというふうに訴えておりました。そういったこともありまして、今回改めてですね、先週ちょっとテレワークの件についての話したと思うんですけども、そのテレワークを促進させていく上で、私、ものづくり産業ですね、もっともっと沖縄では強化していかなければならないということを改めて実感いたしましたので、今週、今日のテーマにつきましては、これ以上製造業を軽視するなというテーマでお送りしたいなというふうに思います。観光業がですね、沖縄県の GDP に占める割合というのが 13% なんですけども、これがものづくり産業、鉱工業になりますと 12% と低くなっております。観光業より低いというのはですね、私これはちょっと大問題ではないかなというふうに思います。こういった件もおそらく沖縄県だけではないかなというふうに思うんですけども、じゃあこの日本全国で見た場合、全国平均で見た場合、このものづくり産業が GDP に占める割合がいくらかと言いますと、25% になっております。約 25%、GDP の約 25% が、ものづくり産業、鉱工業が生み出している付加価値という形になっているんですけども、全国平均では。ところが沖縄では、わずかその割合というのが 12% しかないんですね。割合にからして半分以下ということを見ますと、いかに沖縄県内が、ものづくり産業というのが、ちょっと軽視されているなというのがよくわかるのではないかなというふうに思います。じゃあその結果ですね、どういった弊害が出てきているのか、ちょっと私がですね、体験した事実をもとに話していきたいなというふうに思います。10年前のことではあるんですけども、10年前の夏というのは、記録的な猛暑に襲われた年でありました。その年のですね、9月に、私当時浦添市に住んでいたんですけども、浦添市に住んでいた時にですね、エアコンが故障して、冷房が効かなくなるということがありました。
これは、9月中旬のことではあるんですけども、まあ、内地では、9月中旬になりますと、比較的涼しくなりまして、エアコンがなくてもなんとかしのげるっていう日が多くなってくるんですけども、沖縄はまだまだ9月中旬と言いましても、まあ、真夏並みに暑いです。しかもその年というのは、まあ、記録的な猛暑ということもありましたので、もうエアコンなしでは非常に、苦痛を伴うという状況になりました。で、私はですね、すぐ管理会社に、当時住んでいたマンションの管理会社に連絡いたしまして、エアコン壊れたので修理してくださいというふうに依頼いたしました。ところがその修理がですね、終わるまでにかかった日数が、なんと10日もかかってしまったんですね。まあ、10日間もですね、まあ、その間、1泊2日ですね、まあ、大阪に、ちょっと出張で行っていったっていうこともありまして、まあ、大阪出張中はエアコンの効いたホテルで過ごしたんですけども、まあ、それ以外の約8日間を、エアコンなしの、本当に猛暑の中をですね、まあ、耐えていたっていうことになりました。まあ、管理会社がですね、まあ、携帯用のクーラーといいますか、ポータブルクーラーを貸してくれたは、いたんですけども、また、もうエアコンなしでは本当にきつかった。もう寝ててもですね、ずっと汗をかいたまま寝てしまうっていうこともありまして、本当に寝苦しい夜をずっと一週間以上も過ごしてしまったっていうことになります。じゃあなぜ、エアコンの修理にですね、まあ、10日以上もかかったかと言いますと、まあ、その故障の原因となっていた部品、動かなくなっていた部品を取り替えるのに、その部品を内地から取り寄せなければならなかったっていうことが理由なんですね。で、内地から部品を取り寄せということになりますと、まあ、それだけ日数もかかってしまう。運送するのにですね、日数がかかってしまうということもありまして、まあ、そのことが最大の理由になって、エアコンの修理まで10日以上もかかってしまったという、まあ、そういった、状況に出くわしました。まあ、その10日間、よく私、室内熱中症にならなかったなというふうに思う、今とあって思うんですけども、本当に苦しい10日間でありました。で、私、内地に住んでいたとき、まあ、東京に住んでいたときはですね、13年間東京に住んでおりまして、確か3回ぐらいエアコンが壊れたっていうことがありました。その東京に住んでいたときはですね、どんなに時間がかかっても、3日後にはエアコンの修理が完了いたしました。ところが沖縄ではですね、まあ、エアコンの修理が終わるまでに、まあ、10日もかかってしまう。まあ、10日というのは、ちょっと私の方で、まあ、この例としましてはですね、あまり人が経験したことのない例かもしれないんですけども、まあ、それでも内地よりもですね、かなり時間が経ってしまうということで、まあ、こういった状況になりますと、わざわざですね、まあ、沖縄で過ごそうと、沖縄で暮らそうと、沖縄に移住して、何かの仕事をしようという方がですね、まあ、出てこなくても当然ではないかなというふうに思ってしまいます。まあ、以上がちょっとエアコンの、個人用のエアコンの、家庭用のエアコンの話だったんですけども、実は私、沖縄でずっと仕事してるんですけども、仕事場で、エアコンが壊れたということもありました。まあ、業務用のですね、法人用のですね、まあ、エアコンが壊れてしまったんですけども、まあ、法人顧客につきましては、まあ、個人顧客よりも優先して、修理に着手するということもありまして、エアコンの修理が、比較的早く済んだんですけども、それでも3日間はですね、まあ、冷房のない職場でずっと仕事をしなければならなかったという、まあ、これも東京でしたので、その翌日にはですね、エアコンは直せるんですけども、沖縄では、まあ、個人宅用のエアコン、それから、事務所用の、まあ、法人、顧客相手のエアコンもですね、修理に時間がかかってしまうという、そういった状況になっております。それと、修理に時間がかかったと言えば、パソコンの修理にも時間がかかるっていうのが沖縄の最大の、ちょっといただけない点でございます。まあ、パソコン、私、一昨年パソコンを使っていましたところ、まあ、壊れてしまったので修理に出したっていうことがありました。そのパソコンの修理にですね、最初に修理が終わるまで3週間かかってしまいました。その3週間かかってようやくパソコンが再度使えるようになったと思って、使ってみますと、翌日にまた故障しまして、そこでまた2週間もですね、修理に時間がかかってしまう。なので本当にパソコンがですね、もう正常に使えるようになったのは、最初に修理に出してからもう1ヶ月以上かかったという、まあ、そういったことがありました。まあ、これがパソコンにつきましてはですね、まあ、テレワークをされる方はパソコンは必須にはなると思うんですけども、これだけパソコンの修理に時間がかかってしまいますと、なかなか沖縄県内でもテレワークというのが定着していかないのではないかなという懸念がありました。なので、私、この例を挙げたんですけども、まあ、本当に沖縄県内ではですね、まあ、家電製品が壊れてしまったときに、その修理に時間がかかってしまうという、まあ、そういった、本当にデメリットがあります。そういったデメリットのあるところで、わざわざ仕事をしようという、まあ、内地の企業はですね、私なかなかいないのではないかなというふうに思います。
まあ、なので、内地からのですね、企業の進出を促進していくためには、そして、沖縄県内でですね、快適にテレワークを、促進していくためにはですね、私は、鉱工業、物作り産業ですね、もっともっと、力点を置かなければならないのではないかなというふうに思います。まあ、テレワークにつきましてはですね、先週ちょっと詳しく話しましたけども、まあ、テレワークを沖縄県内でテレワークを進めますと、渋滞の緩和ですとか、そういった、メリットがもたらされるということが期待されております。しかし、テレワークがなかなか、沖縄県内で定着しないということになりますと、もう沖縄県内で年々ひどくなっている渋滞にも歯止めがかからなくなってしまうという、そういったところもありますので、まあ、私は、ものづくりというのはもっともっと強化すべきだなというふうに思います。まあ、中にはですね、まあ、沖縄は沖縄の利点をもっともっと活かして、短所はそんなに力入れなくてはいいのではないかなっていうふうに言ってくる人もおります。まあ、確かに長所を伸ばすということは重要ではあるんですけども、ただ物作りというのは私は全産業の基盤であるというふうに考えております。まあ、家で言えば基礎部分にあたると思っております。まあ、考えてみましたら、まあ、私、この放送局を続けております、宜野湾シティ FM で使っている機材。まあ、宜野湾シティ FM のですね、産業は、まあ、サービス業に当たるんですけども、そのサービス業につきましても、物作り産業がないと成り立たない。パソコンですとか、その他周辺機器を作る物作り産業がないと、サービス業というのは成り立っていません。それから、農林水産業につきましても、まあ、今は、農作業、ほとんど機械でやっておりますので、やはりその機械を作る、物作り産業がなければ成り立たないという、まあ、そういったことになります。なので、物作り産業が、まあ、活発でないかなのかにつきましては、まあ、長所短所という視点ではなくて、もう、全産業の基盤というふうに、視点を変えてみる必要があるのではないでしょうか。ですので、私は、単に、まあ、沖縄県は、観光業が盛んなのが長所だから、そこをどんどん伸ばしていけっていうのではなくて、物作り産業こそ、私はもっともっと力を入れていくべきだ。そうすることによって、他の産業というのも、まあ、活発になっていくっていう、そういったことがあります。先ほどから言っておりますように、まあ、物作り産業というのは全産業の基盤になっておりますので、その基盤が固まっていないということになりますと、その他の産業につきましてもなかなか発展しないという、まあ、そういったことになります。ですので私は、まあ、沖縄県内での一番今力を入れなければならない産業は何かというふうに聞かれたときには、迷うことなく物作り産業、鉱工業をもっと活発にさせなければならないという回答をいたします。まあ、それから沖縄県はですね、車社会、ということで非常に有名なんですけども、まあ、その車を直すのにもですね、まあ、結構時間がかかったりいたします。私、まあ、一昨年、車を買い替えたことがございました。その際なんですけども、まあ、納車までにはだいたい3週間ほどはかかりますよというふうに言われていたんですけども、その3週間近く経っても、その中古車店からなかなか連絡が来ないということでですね、まあ、痺れを切らして、私は、その中古車業者にですね、連絡を入れました。ところが、その中古車業者からですね、あと1週間待ってくださいっていうような連絡が返ってきました。そういったことをですね、なんと3回も繰り返してあげく、まあ、納車までには結局は1ヶ月半かかってしまった。で、やっとのことで納車した車もですね、またエアコンが効かなくなったりですとか、あと、排気口部分が陥落したりですとか、この故障が絶えませんでした。そのたんびに、その中古車を買ってですね、まあ、中古車で2点を直してもらったっていうことがあったんですけども、その台車を用意するために1ヶ月近くも待たされたりですとか、まあ、結局中古車がですね、まあ、正常にまあ、乗れるようになったのは購入してからなんと半年近くも経った頃になってからでした。まあ、そういったところもありますと、私、もっともっと、まあ、この車の産業につきましても、車もですね、まあ、鉱工業になりますので、もっともっと力を入れていかなければならないのかなというふうに思います。これだけ時間かかった理由、まあ、修理に時間かかった理由といたしまして、まあ、その中古車業者は、いや、今、人手が足りないねっていうふうに言ってますけども、まあ、人手が足りないっていうこともですね、まあ、非常に問題点ではないかなというふうに思います。ですので、鉱工業をもっともっと活性化させていくためには、私は、この人手不足、物作り産業における人手不足というのも、まあ、解消させなければならない課題ではないかなというふうに思います。まあ、本当に、こういったことがございますと、沖縄は本当に住みやすいところなのかなというふうに私自身ちょっと疑問に思ってしまうところもありますし、もっともっと私はですね、まあ、沖縄を住みよくするためには、まあ、鉱工業、物作り産業というのをですね、まあ、活発にさせていかなければならないのかなというふうに思います。
それと、今回のですね、今年に入ってからの武漢ウイルスの流行もありまして、沖縄県内でもマスク不足というのが問題化いたしました。県内どこのドラッグストアですとかスーパー、コンビニに行ってもマスクが手に入らないという状況が約3ヶ月近く続きました。まあ今となってはですね、まあところどころマスクを入荷しているお店があるんですけども、まだまだどこでも手に入る。以前のように、まあコンビニに行けばすぐに手に入るというような状況には戻っておりません。まあこれにつきましてはですね、まあマスクを沖縄で作っているところがないっていうところもあるんですけども、まあもし沖縄県内でですね、マスクの製造している工場とかがあれば、私はここまでマスク不足は深刻にならなかったのではないかなというふうに思います。で、そのマスク不足がですね、解消されつつありました。まあ先月下旬、私ある薬局に立ち寄った時なんですけども、なんとそこでですね、マスクが大量に売られていたんですね。で、しかも一人3袋まで購入かっていうふうに書かれておりましたので、まあ、ちょうど私、使い捨てマスクの在庫が、まあ、1枚しかなくなっていたっていうところですね。まあ、これは、渡りに船だっていうふうに思いまして、もう最大限3袋、購入いたしました。10枚入りのマスク、3袋を購入したわけなんですけども、いざそのマスクを購入してみますと、よく見たら外袋に、まあ、どこの国で生産されていたのか書かれていない。メイドインジャパンなのか、メイドインチャイナなのか、外袋に書かれていないっていうことがありました。でも私、まあ、マスク、まあ、他では手に入らないから、まあ、このマスクを使おうということで使い始めてはいいんですけども、そのリーダー使ってみると、30枚のうち5枚が不良品だったっていう、そういったことがありました。不良品率、率にして実に、まあ、16.7%、約 16.7% という恐ろしい数字だったんですけども、どういった不良かと言いますと、まあ、マスクには、まあ、耳にかける紐がついてるんですけども、その耳にかける紐が、ちょっと引っ張っただけでポチンと切れてくるという、まあ、そういった代物でございました。そういった代物が30枚のうち5枚も混ざっていたという、まあ、そういったこともありましたので、まあ、私、これのマスクにつきましては、まあ、実はメイドインチャイナだということが判明いたしました。どういったふうに判明したかと言いますと、その袋にはメイドインチャイナと書かれていなかったんですけども、中を開けてみましたら、小さい紙切れで、製造、なんとか講師というふうに書かれておりました。まあ、講師というのは、公に司って書く講師なんですけども、なんと、その講師というのは、実はあっちの国の言葉で、会社ということになります。すなわち、このマスクはメイドインチャイナだっていうことが、袋を開けてみて初めて分かったっていうことになっておりました。まあ、本当にメイドインチャイナ製でですね、でも、メイドインチャイナ製でも、ちゃんと使えるものであれば、何も外袋にメイドインチャイナと書いていても、私問題ないんじゃないかなというふうに思うんですけども、なぜか外袋には書かずに、袋を開けて、中に小さな紙で、なんとかこうしというふうに書かれていた。これは私非常に姑息だなというふうに思いました。これは私さすがに腹が立ったので、そのマスクを製造している県内地の某製造業者にメール問い合わせました。なぜ外袋にメイドインチャイナと書かないんですかっていうふうに問い合わせしましたところ、その問い合わせを受けて、その後外袋にメイドインチャイナというふうに書くようになったという回答が返ってきました。まあ私これも本当にどうかなって、その会社のやり方としてどうかなっていうふうに思うんですよ。まあちゃんと使えるものを使える、マスクとして使えるものを作って、まあ、それで、メイドインチャイナでもですね、ちゃんとして、マスクとして使えるものを、として買い回せれば、私に何の問題もないとは思うんですけども、なぜかそういったところを隠してしまう。メイドインチャイナであるところを隠して、まあ、それで、まあ、購入する側のですね、まあ、不安を消そうとする。私、これは非常に姑息だなというふうに思いました。で、しかも、30枚中5枚が不良品ということでですね、まあ、その会社のマスクは、私、二度と買わないことに決めました。今はですね、コンビニとかに行きましても、日本製のマスク売られているところが、ポツポツ出てきております。でも中にはですね、まだ一人一袋までっていうふうに制限をかけているところもありますし、制限をかけていないところ、購入工数に制限をかけていないところにつきましてもですね、マスク、店頭に並ぶようになったなというふうに思いきや、そのわずか数日後にはですね、もう店頭からごっそりなくなっている、全部売り切れてしまっているというところがありました。なので私はですね、まあ、引き続きマスクにつきましては、販売枚数、購入枚数にですね、制限をかけるべきだなというふうに思います。今ではですね、政府派遣のマスクはですね、沖縄県内でもようやく配られ始めております。
私のところにも先週ようやくそのマスクが届きまして、まあ、今はその、まあ、政府配布のマスク、まあ、アベノマスクなんていうふうに言われておりますけども、まあ、政府配布のマスクを使っております。この政府配布のマスクにつきましては、選択して何回も使えますし、あと、その政府配布のマスクを使ってみて思ったんですけども、結構耳が痛くなることが少ないなっていうふうに思いました。耳かけの紐によって耳が痛くなるっていうのがですね、時にはそういったマスクがあるんですけども、まあ、この政府配布のマスクにつきましてはそういったことがないっていうのが私利点ではないかなというふうに思います。まあ、ちょっと話はそれましたけれどもですね、では、この、ま、鉱工業、沖縄で物作り産業をですね、まあ、活性化させていくためにはどうしたらいいかと言いますと、まず、製造業に従事する、沖縄県内で製造業に従事する方のですね、まあ、給与を増やすことが必要ではないかなというふうに思います。私、県の資料を調べてみましたところ、まあ、なんとこの製造業に、携わる、まあ、従業員の給与というのが、内地に比べて半分近くにしかなっておりません。まあ、内地の方ではですね、まあ、製造業に従事する従業員の給与の平均が、だいたい40万円近くに対しまして、沖縄県のその額は20万円をちょっと上回った程度になっております。まあ、これではですね、物作りに携わる人々が、まあ、沖縄ではなくて内地に流れてしまうという、そういったことにもなってしまいかねませんので、私はこの製造業に従事する方の給与水準というのは、もう本当に、その給与水準の向上というのは、勝利の給ではないかなというふうに思います。まあ、沖縄県にはですね、まあ、毎年、多額の一括交付金が支給されております。その一括交付金を利用いたしまして、まあ、製造業に携わる方々に対する、まあ、給与をですね、上げる、そういった企業にですね、貢献しているところには、まあ、どんどん補助金として、給付していく。まあ、ばらまきだったというふうに言われそうではあるんですけれども、まあ、でもそうしないと、もう状況というのは解決していかないなというふうに思います。まあ、番組の前半で紹介しました私の体験例のようなですね、例を味わう人がこれ以上増えてしまわないためにも、私は、まあ、もうばらまきと言われても、たとえばらまきと言われても、まあ、製造業に携わる方の給与水準を上げていくためには、まあ、行政がどんどん財政的に補助していく。まあ、これが、本当に早めに実現してほしいなというふうに思います。まあ、それと、まあ、沖縄県はですね、IT 金融特区というふうに指定されておりますけれども、まあ、こういった形骸化したIT 金融特区政策というのは、もう即廃止してもいいのではないかなというふうに思います。まあ、こういったIT にしましても、金融にしましても、やはり物作り産業が、成り立っていかないと、もうこの IT とか金融というのも成り立っていきません。これは先ほど説明しましたように、物作り産業というのは、鉱工業というのは全産業の基盤になっております。沖縄で金融ですとか IT のですね、業種をもっともっと活性化させていくというふうに言うのであれば、私はこの IT 金融特区ではなくて、物作り特区というのを設けるべきだなというふうに思います。この物作り特区を設けてですね、沖縄県内に工場を建てて、沖縄県内だけでもう家電製品をもう全部作れるようなことをしている企業に対しましては、私、そういったところに補助金を、国がですね、補助金を出して、もっともっと沖縄の物作り産業を活性化させていくべきだなというふうに思います。そして沖縄県はですね、沖縄県の行政はもっともっと国に、まあ、こういったふうに補助金を出してくれというふうに要請してもいいのではないでしょうか。何も辺野古新基地反対とかそういったことだけにですね、国に文句を言うのではなくて、まあ、こういったところに補助金を出してくれというふうに、まあ、国にどんどん要求していくという、まあ、そういったことを沖縄県政にやってほしいなというふうに思います。まあ、冒頭に申し上げましたように、この放送を収録している時点ではですね、まだ県議会議員選挙の結果は出ておりません。まあ、玉城県政を支える、まあ、県政与党が過半数を占めるのか、それとも過半数を下回るのかがですね、まあ、分かっておりません。しかし、いずれに対しましてもですね、沖縄県内でもっともっと製造業が活性化していかないと、観光業にしましても、それから IT にしましても、金融業にしましても、全然発展していかないということになります。それで、沖縄県民の所得も増えていかないという悪循環になりますので、私は、沖縄県内で物作りを活性化させていくことは、もう、勝利の急ではないかなというふうに思っております。それでは今週も最後まで放送を聞きいただきまして誠にありがとうございました。来週も水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。